はい、皆様こんにちは。始まりました古田美優子のライフセッション30回目です。長いでしょ。長いですね。頑張ってます。今日のゲストは、私の裸以外のすべてを知っているうちの会計士さんといいますか、税理士さんの岡田先生です。よろしくお願いします。はい、岡田先生よろしくお願いします。最後までお付き合いお願いします。はい、お願いいたします。はい、ではカルチャーのコーナーで今日はどういったお話をしていただきましょうかということをお話をしましたら、なんと遺言の話。そうですね、そろそろ古田もちゃん。いやいや私負債ぐらいしか残してあるものはないですけど。遺言の話だ。そうですね、遺言というかですね、何にしようかなと思った時にですね、うん、固い話ということではなくてですね、はい、うちでも何回か立ち会いというかですね、作らせていただいた中で、やっぱりちょっと、今後のためにですね、財産あるないしに関わらず必要だなと思いましたので、はい、ちょっと一見硬そうなテーマですけども、はい、お話をさせていただこうかなと。はい、よろしくお願いします。逆に例えば外国なんかだと結婚するときに、はい、離婚するときの財産分与から全てお話をして、それで結婚するじゃないですか。はい、日本人のなんか風習性っていうか、お金の話をね、そんなに愛とお金の話をね、なんかそんなこと一緒にしちゃいかんっていうのあるでしょ。ですね、だからタブーじゃないですけどね。でもしない。そのなんかちゃんとしといてくれないと嫌ですよね。そうですね。特に今。はい、最初の結婚でずっと行かれる方よりもどちらかというと、セカンド、はい、セカンドマリッジ、はい、サードマリッジの方多いと、その類類お子さんとかいろんな方がいらっしゃるじゃないですか。はい、そうなった時に、じゃあ例えば何、自分たちでいいと思って一緒になっても、そういうふうになるとそういうことあるもんね。そうですね、実は私もそういうことあって、肌に理由が男の子がいるから、どうなんだよと思いますけど、なんかどうしてらっしゃるんですか、お元気ですかね。そんな話を、はい、で、はい、この例えば遺言って、はい、税理士さんで例えば、はい、今エンディングノートとかいろいろあるじゃないですか、はい、自分の、はい、でその時に、はい、それが最終的に効力を発するかどうかってことはちょっと置いといて、はい、なんだ、青年貢献者、はいはい、なんたらとか、はい、そうそう、でもそういうのって例えば行政書士さんであったり、はい、弁護士さんであったり、そうですね、司法書士さんも含めて、うん、そうですね、はい、そちらの方が多分一般的なんじゃないですかね。うんうん、我々もいわゆる遺言 その作成っていうのは、うん、メイン、もちろんメインの業務ではないんですけれども、ええ、そこで業務というかですね、今後その相続が起こりうる時にですね、うん、円滑にというか円満に、安心して行っていただくためにお手伝いをさせていただいているというのが実情であってですね、ものすごい数を作っているわけではもちろんないんですね。でただいろいろお話を聞いていると、やはりお年寄りになってなられてですね、その老後余生を暮らしている中で、やはり将来において万が一の時に不安を感じて見える方っていうのは、やはり潜在的にも多分見えるはずなので、うん、そこのところも形として、はい、後々の人にですね、迷惑とか、争い事ですね、うん、にならないように残しておくというのが、もともとの遺言書なんですけれども、明るい、なんていうの、変な言い方だけど明るいことですよね。そうですね、ある意味だって今葬儀所も生前予約じゃないけど、うん、あるでしょう。はい、私はね、直焼きっていうより今と子供たちに言ってんの、直焼き昇進ってことじゃないですね。なんかあるんですよ、直葬ってやつが、はい、そのなんか焼き上がって、はいはい、そうそう、はい、かなり丸焼き的な、そう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 、でもそういうのって昔ってご本人の意思に関わらず、うん、ことが進んでいくじゃないですか。はい、それでそれこそティアの富安さんだとかな、の方の経営研究会とかでお目にかかっていろいろお話をさせていただいた時に、やっぱり最後自分でどうしたいかっていうことですもんね。うん、そうですね、明るい意味で、はいはい、うん、だから昔は一部の方で生前葬とかね、いろいろあったけど、そこじゃなくて、そのバタバタしてる中でいろんなことが決められていくっていうことよりも、うん、自分も長くなったし、自分の最後を自分でこう締めくくるには
というのはいいですよね。そうですね、うん、でそういうのに、まあ、まつわるその金銭とか、うん、あとまあ土地とかいろいろなことあるじゃないですか、はいはい、それがいわゆる遺言書。そうですね、うん、例えばですね、ご病気されてる方、まあ、ご病気じゃないにしてもですね、なかなかその自分の意思をはっきり、まあ、ご家族に伝えられない方については、はい、やはり事前にですね、こういったことをしておけば、その自分の意思をですね、後世に残すことも含めてですね、意思表示ができると、うん、でまあ、もちろんそのご健康であれば、それこそもう自分で最後こういうふうにしたいっていう意思表示はもちろんできるんですけれども、まあ、大半の人の場合ご病気でっていうとか、まあ、もちろん交通事故とか突発的なことももちろんそうですけれども、うん、ご自分の意思を表示できないまま、人生終わっていってしまう方っていうのももちろん少なくないわけですから、そういう意味で公正証書という形が一般的ですけれども、うん、遺言を作っていただくっていうのが一つの形として、まあ、いいかなと思います。ですよね、はい、私海に巻いてもらうんですよ。焼いた後ですか。直火焼き、直火焼き、直火焼きで、みんな直火焼きだけど、はい、子供たち連れて、はい、ここに湧いてくれっていうのはもう言ってありますよ、はい、それは実は海の向こうでワイハーで、でも本当なの、本当にそれで岩礁があるでしょ、はい、でその砂浜だと、うん、砂に打ち上げられるんで、はい、うん、砂浜で踏まれるみたいな。だから岩礁の向こう方においでこいっていう風に、これは真面目な話で、実は息子たち2人を連れて行き、はい、ね、ここですと指定を、はい、カハラの海のところでね、でそこね、夜ね、どういうホテルのねスポットライトが当たる位置がある、はい、そこのところに置いておけというふうに言ってあるんですよ。はい、はい、でまあ、遺言するほどお金ないので、チャラで、まあ、そのまま、あとはまあ2人で、子供たち2人で、はい、仲良くわけわけしなさいとは言ってますけど、はい、いい時代ですよね。そうですね、我々とお話をさせてもらうときに、まあ、遺言書くっていうのは、その結局その亡くなることが前提でのお話なんですから、うん、でも亡くなるもんね、誰しも、はい、誰しもが亡くなるので、そこはもう、なんていうんですかね、オープンにというか、変な意味じゃなくて、まあ、おすすめをしています。でやはりうちでですね、公正証書 の遺言をお手伝いをさせていただいた中では、やはり一番の懸念されている事項としては、その、実際に相続が起こった時に、そのいわゆる相続人間での争いが起こりそうだと、いうことで、まあ、作りたいというご相談を受けることがあるんですけれども、皆さんこういうお話すると、いやいや、うちは家族兄弟みんな仲いいから大丈夫だというお話を10万だってもんだから、はい、されるんですけども、我々、まあ、この業界、まあ、もちろん司法さんとか弁護士さんもそうでしょうけども、本当に骨肉の争いじゃないですけども、争いごとって本当に見入ってるので、今仲がいいから大丈夫とかってことは、まあ、もちろん仲いいのが一番いいんですけれども、うん、それとこれとは別だもんね、別の話ですからね、うん、ですからそのおすすめをしてます。でただ、まあ、もちろん場合によっては逆におすすめできないケースもあるので、うん、まあ、その辺は、はい、もちろんその時々によって変わるんですけれども、うん、一応おすすめをしてます。で今日ちょっと持ってきました、実際に、ね、これはある方のところで使われてて、まあ、中身はちょっと消してありますけれども、これがここに東、こっちか、東本っていうふうに、はい、なってます。でこれが要は、公証役場で、実際に、作った、公正証書の遺言になります。でここに、下に公証役場と入ってますけども、この横にどこどこ公証役場っていうのが入っています。でまあ、名古屋です と名木、それから東区の葵、それから蔦区の天馬町に3カ所ございます。でここは別に管轄とか税務署とか区役所みたいに管轄とかっていうのがございませんので、行かれればどこ行っても自分のご都合のいい場所、行きやすい場所に行っていただければ作ることができます。交渉人としているもんね。はい、交渉人の方、人はお役所の人なんですか。お役所ではないですけども、はい、はい、そういう方です。はい、でこの公正証書遺言ですけれども、
まあ、遺言にはですね、公正証書とですね、自筆で書いていただく、まあ、いわゆる辞書で書いていく自筆の遺言と、うん、ございますけれども、自筆の遺言も遺言としては、有効なものです。ただ例えば、名前を書いてないとかですとか、その法的に形式を満たしてない場合には、その遺言としての効力を認められないケースがあるものですから、せっかく意思表示をしていただいても効力を発揮しないと、いざその揉め事が起こった時にも効力を発揮しないということがございますので、まあ、できれば公正証書としてご所役場で間違いないと。で、1回したからといってそれでおしまいということはなくてですね、何回でもその要は最新のものが一番正しいので、まあ、次、うん、まあ、今はこう思ってても、将来こうしようというようなことがあれば、それを新しくまた作ることによってそっちが有効になりますので、うん、そういう意味では何回でも、作り変えること、もちろんお金はかかりますけれども、うん、作ることができます。で、今見ていただいた公証役場って書いた公正証書ですけれども、うん、中身はまあこんな感じでずらずらっとこう文が書いてあるんですね。で、まあ、ちょっと字小さくて見えにくいかもしれませんけども、遺言公正証書ということで、それって昔盾じゃなかった、私実は思ってんの、父の。あ、そうですか。古いとそうですね、盾かもしれないですね。それでもかなり古いかもしれませんね。かなり古くてね、あれ見えますかね、なんかちょっと上げた方がいいかな、かなり古い、はい、古い。でも、そう、それをその、古い盾だったわ。こうしたこれ順番にですね、上から、まあ、書いてある事項としてはですね、遺言は誰々に、誰々がですね、ごめんなさい、誰々が誰々にその下記、ここにずらずらと書いてあるんですけども、うんうん、この物件を、まあ、物件なりそのものですね、うん、を相続させますよということが書いてあるだけです、要は。うんうん、で、まあ、順次進んでいきますと、こういったこうでこの不動産をこうしますよというのをするんですけれども、うん、まあ、最後にですね、まあ、一般論ではあるんですけども、まあ、ここのも書いてありますけども、遺言者が将来における相続に備えて当家の相続方針と財産分与を指図し、実家が伝統を守り、対面を維持し、実家資産の分散流出を防止することにありますという目的みたいなものが書いてあるんですね。で、これはまあ一般的に付け加えるので、ここには何の効力も持たないんですけれども、その相続人の方ですね、ごめんなさい、非相続人ですね、だから相続をさせる人の意思を、まあ、ここに最後ずらずらずらっと書いてあります。だからまあ一番最後に書いてありますけれども、遺言者の願いは兄弟姉妹みんなが育ったような実家の姿を後々の世まで続けていくようにの一言に尽きるものですというのがここに書いてあります。はい、私近いと言ってみようかな、はい、で、これはまあ本当に形式的だと一番最後付け加えないケースもありますし、まあ、一般論として書いてあるという、私のはね、なんかね、はい、仏壇の守るのとね、墓守れとかね、いろんなこと書いてあったよ、はいはい、いろいろもちろん書かれることも、ただそこの部分には何のその法的効力も持たないので拘束力もないので、まあまあ、そうですか、はい、守らせていただいております、はい、で最後に、遺言者誰々っていうのとですね、で、公正証書の場合、ここですね、遺言者、まあ、名前消してありますけども、うん、誰々っていうのがありまして、で、あとは証人というのが、必要になります、公正証書を作る場合には証人が2人必要になりますので、まあ、ここは私の名前と、あともう1人、まあ、誰でも結構です、もう全然他人で結構、ただその要は、相続人の、まあ、身内の方はさすがになれないので、うん、第三者の方であれば、誰でも結構ですと、はい、いうことで最終的にこういうふうにこれを受けましたよと、で、最後に交渉人の方の名前、今ちょっと消してありますけども、交渉人誰々っていうことで判行してもらって、うんうん、これを作ります。